聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。寒くなると体が冷えて血流が悪くなる、水分取る回数も減っていろいろなえる。定期的に下半身のトレーニングをしている人は普通ですが、あまりしてない人、歩いてはいるけどあんまり下半身のメニューしないよっていう人は、どうしても血流が悪くなって、特に寒くなると余計に血流が悪くなるので、しっかり下半身のメニューをすることをお勧めします。だけどきついんですよ下半身のメニューってって思った方は、今回は絶対できます。なぜかというと、普通のメニューって一方向に筋肉を動かします。例えばスクワット、降りて上がる運動を繰り返しますよね。同じ反復運動ってやはり筋肉が疲れるんです。疲れるからいいメリットもありますが、運動が苦手な人は疲れることはストレスになるので極力避けたいですよね。今回はちょっと揺れながらスクワットするんで、運動苦手な人でも下半身の筋肉がない人でも楽しく鍛えることができます。30秒を3セットするだけ、スマホ見ながら立って揺れるだけです。めちゃくちゃ簡単。今日も一歩前進しましょう。いきなりやると関節痛めやすいんで、まずはゆっくり屈伸です。ゆっくりしゃがんで立ちます。こんな感じ。もし全部立つのがね辛いよって方はこんな感じでもいいです。スマホ置いてもいいです。こういう感じでね、膝を動かしていきましょう。OK。 次はね、膝をぐるぐる回しましょう。スマホ持ってるとちょっとね難しいかもしれないですけど、持ってても置いててもいいです。足を閉じてね、これでもまあまあね、ももって結構疲れますよね。この後も30秒がちょっと不安かもしれませんが、別に休みながらやることはできるんで、頑張りすぎずマイペースでいってもいいです。 OK。 じゃあ次はねスクワットです。足は広い方がいいです。このまましゃがんでね、体をね揺らすだけ、どんな揺らし方でもいいです。揺らすだけ。膝はね伸びない方がいいです。ちょっと曲げた状態で、疲れるとね位置を変えてください。いろんな動きをすればね、同じとこだけじゃないところに使えてるんで、たまに膝ね伸ばして休んでもいいですから。いろいろ動かしましょう。 OK。これはあと2回やるだけです。30秒間スクワットし続けるって結構すごいことなんです。これはねめちゃくちゃ簡単なので効きます。いきましょう。しかも体重を右左って動かしてるんで、片足でスクワットしてるぐらいにね負荷が乗ってるんで、めちゃくちゃ下半身強化にいいです。足を動かしてみてください。OK。 もう2セット終わりました。めちゃくちゃすごいっすよ。あと1回で終わりですから、すごい自信がつきますよね。はい、ラスト。まだ体力残ってるよって人はね、低い位置で動いてみてください。低い位置、もうだいぶ足に来てるよって人はね、もう無理せず、筋肉痛来たらねやるのが嫌になるかもしれないんで、高い位置で動いてください。おお、まあまあ息が上がる。 OK。よっしゃ、ラスト。ちょっとももをね、ストレッチしましょう。足を開いてね、
ももをね、ちょっと軽く揉みほぐす感じで疲れがね、飛んでくれますので、手後ろについてね、こうやって足回すだけでも違います。ブラブラブラーとしたらね、力が抜けますんで。はい、 OK です。お疲れ様でした。どうでしたか？普通にスクワットやり続けるよりも体を揺らしてる方がなんか力が分散されるので意外とできますよね。普通にスクワットしたとしたらだいたい2秒に1回ぐらい、30秒で15回ぐらいできると思うんですが、実際今3セットしたんで45回ぐらいスクワットしてる感じです。めちゃくちゃすごいです。頑張ってやった人、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。